岡山県矢掛町の中心部にあるチョコレート専門店、石引きカカオ一歳。多い日には200人近い客が訪れる、今話題の店です。こだわりは石臼を使った石引きにあります。町内で採石される白い花崗岩を使った臼で豆を引き、無添加で作ったチョコレートはカカオ本来の濃厚な香りと甘さが楽しめます。作り方も、全くゼロからの出発だったので、自分たちに合う製造方法なんかをこう見つけ出して、研究に研究を重ねて、チョコレート作りにたどり着きました。店主の松村照康さんです。町内で石の彫刻家として活動している松村さんは、5年前石で豆を引く昔ながらの製法でチョコレートを作ろうと、地元の石材店と一緒にチョコレート専用の石臼を開発しました。カカオ豆を引き、チョコレートを型に詰めるまでの工程はすべて手作業で、出来上がるまで1ヶ月かかるそうです。そんなこだわりの詰まったチョコレートがこちら。うん。口に入れた瞬間スーッと溶けていって、とても口どけが滑らかです。店内にはカフェスペースもあり、今の時期はホットミルクでチョコレートを溶かしながら飲むホットショコラも人気。チョコレート本来の甘みと酸味をじっくり味わえます。うちの店を目指して来られたお客さんが矢掛町をふらっと歩いて、あ、なんていい街なんだ、楽しい街なんだっていうふうに感じてもらえるのも、喜びの一つですね。矢掛町産の石臼で作ったこだわりのチョコレートを販売する専門店。これからもちょこっと地域の魅力を発信していきます。いちごのショートケーキにロールケーキ、いちごであふれる店内。高松市中心部にあるいちごスイーツ専門店、いちごの誘惑です。年中通していちごのスイーツが楽しめるように、ここのお店では香川県産のさぬき姫を使うことにこだわってスイーツを作っているので、いちご好きのオーナーが香川県産のいちごさぬき姫の魅力を全国に伝えたいと去年5月にオープンしました。こだわりはやはり地元産のいちご。毎日三木町や綾川町の契約農家から直接仕入れるこだわりようです。店一番のおすすめはいちごのティラミス。いちごをバラに見立てたメニューで目でも楽しめます。そして中高生に大人気なのがこちら、さぬき姫を丸ごと使ったいちご飴です。いただきます。飴の食感とですね、いちごの爽やかな甘さ、酸味が口に広がって非常に美味しいです。SNS で見たことがあって、興味があったので来ました。かわいい。うん、かわいいし、美味しそう。キラキラしてる。この日は平日の昼間にもかかわらず、次々と客が訪れ、お目当てのスイーツを探していました。さぬき姫はみずみずしいいちごで、甘酸っぱい感じの味で、ティラミスとか他のケーキとか揚げとかそういったものと組み合わせて、とても美味しく食べられる商品になってます。本当にいろんな種類のお菓子が載っているので、ぜひ自分のお気に入りのスイーツを見つけてほしいなって思います。岡山、香川で相次いで登場しているニッチな専門店。背景には地域の魅力を伝えたいという店の思いがありました。